い、というわけで、東京ナイトビューっていうね、作例動画を見ていただきました。で、今回の動画では、富士フイルムの X の T3 と、35mm の F1.4、それから、16mm の F1.4 の2本のレンズを使って、DJI のローニン S っていうね、ジンバルに乗せて、撮影をしてきました。で、今回ですね、そこそこ時間をかけて撮影しまして、まあ、いろいろね、出かける用事があったので、その都度ね、DJI のローニン S というくっそ重たいね、ジンバルを持って出かけてたんですけども、一応ですね、設定の方なんですけども、F-Log というね、ログ撮影をして、持って帰って編集時にグレーディングをしております。で、グレーディングは、なるべくその無機質な感じって言いますか、ちょっと非現実的な感じに仕上がるように、まあ、仕上げたつもりではいるんですけども、まあ、どれがね、正解かっていうのは正直自分でもようわからんので、まあ、とりあえず自分なりにね、これがいいんじゃないかなっていう感じで、まあ、若干エイヤーの部分はありますが、それでね、仕上げております。まあ、35mm の F1.4 にしても 16mm の F1.4 にしても、ほぼ確か開放でね、撮ったと思うんですけども、結構ね、解像感があって、まあ、ほとんどノイズも見受けられないようなね、綺麗な映像になってるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね、4K で撮ってるので、まあ、4K モニターで見ていただければなと思うんですけども、まあ、別の動画で、猿島に行って人物撮影をした動画もアップしてるんですけども、まあ、それとはね、ちょっと打って変わって、まあ、無機質な感じがね、伝わってくるんじゃないかなというふうにはね、思います。まあ、手ブレ補正がないとかね、若干電池持ちが悪いとかっていうね、まあ、難点も多少あるんですけども、それでもね、T3 すごくいいカメラだと思うので、まあ、ちょっとね、購入しようかな、どうかなっていうふうにちょっと迷ってはいるんですけども、まあ、ちょっとね、検討はしたいかなというふうに思っております。はい、というわけでね、今回はこの辺で失礼をしたいと思います。マークでした。バイバイ。